久保さん今回15年前の15年前で15年前の歌が1600万回にしましょうか15年前の歌が1600万回まああの久保さん知らないと思いますけどデフテックのマイウェイっていうねマイウェイっていうのがあるんですよでそれがあの4ヶ月前ぐらいにアップロードされて、まあ、僕たちはこの曲から始まりましたっていうまあ前説から入って、まあ、歌い始めるんですけど それ万回ですね <laughs> 15年前の曲ですよ。で僕も、まあ、コメント欄も見たんですけど、当時これをすげえ聞いて,やって、まあ、頑張ってましたとかね。まあ、いっぱいコメントあったんですけど、僕もね、当時めっちゃ聞いてたんですけど、あれから15年経ったのかと。そして15年後、公開して1600万回ってすごくないですか <laughs> だから過去にやってきたものですら、 未来に使えるっていうね。この現象。でも、過去やってなかったら未来も使えないし、今やってなかったら未来に使えないし、わかりますまあ、つまり、過去とみ、過去と現在と未来は一緒ってことですよね。過去、現在、未来は一緒であると。過去、現在、未来は一緒であるにしましょうか。うん。過去、現在、未来は一緒であると。まあ、点と点とどうつなぐのかですよね。うん。でも、 現在何もやってなかったら未来に繋がらないし過去にも繋がらないと。だ結局その積み上げてきたものが何だったのかっていうただそれだけかなと。今日何やったのか。まあそれが全てなんじゃないかなと思います。今日何をやったのか。今日どう生きたのか。今日何を買ったのか。今日何をしたのか。 多分ただ,そただとてもシンプルな現象だと思うんですよねでも多くの人はなんか成功した人とかあのお金持ってる人とかを見るとなんか嫉妬したりとか指さしたりとかするわけですよまあ僕がありがたいのは久保さんのね歴史を知っている久保さんが過去に何をやってきたのかを知っている一番最初を知っているそして今も知っている そして今現在、今現在のこのリレーもしやり取りしている。<laughs> うん。なんかね、やっぱね、あの、うまくいきたいんだったら、うまくいってる人たちの、うん、点を見ろってことですね。うん、繋いでる、つなぎ、つないでる栄光の架け橋をどう作ったのかっていうところを見ればいいんじゃないですかね。うん、なんか栄光の架け橋だけ見て、見栄光の架け橋を見るんじゃなくて、 つないだ駆け足をどう工事して作ってきたのかそこにはどんなドラマがあったのかそんなそこにはどんな苦しみがあったのか,だからプロジェクト X とかも、まあ、全分かりやすいですけどねどうやってそれが出来上がったのかっていう壮絶なるストーリーがあってでもそこはねやっぱ見ようとしないんですよねなんでですかねだかそれが全てじゃないですか 家庭,か家,庭家庭が結果を作り出してると思うんですね、僕は。結果がすべて、ビジネスにおいて結果がすべてなんですけど、結果っていうのは家庭が作り上げてるんですよ。例えば、先ほどの橋、すごいその、た分岡山と、うん、岡山と四国をつなぐ橋、大きい橋あると思うんですけど、じゃあ、あの橋どうやってできたのかって話ですよね。 うん、そこにはその何年かかって作ったっていうプロセスがあるわけじゃないですか。東京にもレインボーブリッジありますけど、あれもあの作るまでのいろんな過程があったし、だそこをな見ないんですよね、みんな。うんいやいや、それ相応のことしてるよと。あなたはそれ相応のことを今してるのっていう、ただそれだけの話で。なんか久保さんだからいいんでしょとか、久保さんはいいですよとね。吉谷さんは、 どのこうのとかなんか言われることはあると思いますけどあなたはじゃあ今日何したのっていう <laughs> 今があるのは今を作ってるからだよといいんじゃないですか今があるのは今を作っていると言ってらっしゃい